委員を代表いたしまして、栃木県議会議長三森文則様よりご祝辞を頂戴したいと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。皆様こんばんは。こんばんは。ただいまご紹介に預かりました栃木県議会議長の三森文則でございます。本日は花田一先生の政治生活35周年ご盛会誠におめでとうございます。県議会からはただのご紹介がありましたように船田後援会の重鎮の高橋文吉先生をはじめこのようなメンバーでお邪魔をさせていただいています。ネクタイをしてなかったりしたりしますけども、県議会まだクールビズの期間なのでご許しをいただきたいと思います。代表して私の方から一言お祝いを申し上げたいと思います。栃木県にはなくてはならない先生であります船田先生、本当に35年という長きにわたって本家のためにご活躍いただきまして誠にありがとうございます。心から敬意を表したいと思います。政治家はある意味で塀の上を歩いているようなものですから、右へ落ちるか左へ落ちるかわからない、これが政治家の宿命でありますが、船田先生はどちらへも、怒ったり這い上がったりですね、いろいろされながらこれは大変な努力だと思います。これは私は心から本当に敬意を表したいと思います。本当船田先生はそれをその苦難なんかを何度も乗り越えてこられた、これはまさに船田先生のお人柄、陰ひなたのないまっすぐな性格、これがそういった35年という歩みができたということになるのかなというふうに私も思っています。どうか船田先生には船田先生にしか成し得ない、戦後日本がやらなければならなかった憲法改正、そして教育再生、これに取り組んでいただいてぜひ実現をさせていただきたい、このように思いますし、合わせて本年140年目を迎えます栃木県、この栃木県元気の日本一福田知事のともに我々目指しておりますから、福田先生には栃木県のためにもさらなるご尽力を賜りますよう、これからのご活躍を心からご期待を申し上げ、そしてご参加への皆様大変県政に対してお世話になっておりますが、皆様方のご多幸も合わせてご期待そしてご懸念を申し上げて一言のお祝いに変えたいと思います。おめでとうございました。